大友千勝名は、室町時代中期の武将、守護大名、文護国大友氏の十三代当主。南北朝時代以来、大友氏の家督相続は九代当主、大友棺の系統と十代当主、近世の系統が交互に継承し、棺の子であった父の親著は、先代当主、近世の子の持ち家を後継者とした。これに不満を持った千勝那の兄、子親は、 大内氏と結んで謀反を起こしたが鎮定されている。王永6年の王永の乱により一時衰退した大内氏は大内森見の代に室町幕府の信任を受け、部全国の守護職を得るなど、再び北九州に勢力を及ぼしつつあった。先の三角畑の乱も森見が先導した可能性がある。持ち家は小西と組んで大内氏と敵対し森美を討ったが、 その罪で幕府から追悼を受けることになる。この時幕府から新たに文語史語に認じられ、大友氏当主と定められたのが地近綱であり、森見の後継者である大内持よらと共に持地下の討伐に当たった。なお、筑後国史語は菊池氏に譲られている。突然の地近高から地近綱への継承は、将軍、足利義則が決定したものであった。義則の長身、 菊池持友のもと、日語で養育されていた地下綱は、急遽文母へ呼ばれた。そのため、大友氏一族は地下綱派と持地下派に分裂することになった。父、親長と弟、親へが持地下派に味方し、地下綱と敵対するなど、大友はじめ門の多くが持地下派となり、地下綱派は一時地下綱が、無全国へ出奔を余儀なくされるなど苦戦したが、 近綱は幕府と大内氏の力を背景に、滝田氏等を調略することで味方につけ、姫だけ合戦において、持地下を破り当主の座を確保した。ただし、持地下や、親女や親居との対立はその後もやまなかった。後に、両党鉄律の伝統に従い、持地下の弟の近高に家督を譲った。歴代の大友氏当主と、同じく臨在州に深く警視体制員を混流する。 当時は達中を数多く有する文語有数の大臣軍であった。近綱の六奥が戦国時代初期に大友地下地と家督を争った大友地重ねである。宗親の後ろ盾となったのは将軍足利義在大内義雄だった。墓所は大分県文豪野市の大正寺に存在する。ありがとうございます。